こんにちは。ハンマリングについて説明します。別名ハンマリングオンとも言います。ちょっとやってみます。例えば1弦の3フレットを人差し指で押さえて1回ピッキングをします。で、薬指で1弦の5フレットを叩きます。こうやってピッキングしないで余った指でフレットを叩いて音を出すことをハンマリングと言います。違うポジションで例えば1弦開放弦を弾いて1弦の3フレット、今中指でしてますけど、例えばこれ薬指、小指、その時の状況に応じてどの指でしてもいいんですけど、これをハンマリングと言います。これ全てピックで弾いた場合ですけど、これをハンマリングでした場合、少し柔らかい感じのニュアンスの音になるのが分かると思います。ハンマリングでしてみます。こういった感じです。アルペジオの場合、普通の Am のコードを普通にアルペジオした場合、人差し指でハンマリングしてみます。同じ Am でもまた雰囲気が少し変わると思います。これがハンマリングです。以上です。